さんこんにちは、ほっこりふみです。ワールドジョイントギャラ、見ていただいている方、そして参加してくれている人、本当にありがとうございます。私はこの企画の、イメージキャラクター土下座猫を、ケンナさんと一緒に作らせてもらってるんですけど、本気でこの土下座猫に思いを乗せて、世界が少しでも笑顔でなんかハッピーな世界になれたらいいなって本気で思ってて、小さいことからコツコツやっております。なのでちょっと土下座猫のストーリーをこの場を借りてお話ししたいなって思います。そもそも、土下座猫はケンナさんがこうなんかさっとっていうか描いた猫の絵を見た時にピキッてひらめいて、でそれで、できたキャラクターなんですね。でなんでこの土下座猫っていう名前にしたかっていうと、この日本の文化で文化を世界に広めたいなと思って、その土下座っていうイメージは確かにそんなにいいイメージではないかもしれないですけど、それをちょっとキャラクターで可愛くして、でその土下座っていうことを、例えば人を許したりとか、自分を許したりとか、あと素直に謝る、あと過去のことは水に流す、それは未来に向けて大事なことですよね。そういうことをそもそも日本人って多分考えてこの DNA にはあるんじゃないかなって。でそういうことができる人ってやっぱり心が強い人だと思うんです。なので私はその日本から発信するその思いをこのドゲニャン、土下座猫に託して、少しでもそういうハッピーな世界に、今こういう時期だからこそ、なおさらこう伝えていきたいなって思いました。本当に今いろいろ考える時期ですけども、なるべく笑顔でいたいなとは思います。この機会を借りてご説明しました。どうもありがとうございました。